と思ってね。あーやばい、ちょっと追いつかない。ちょっと待って、ちょっと待って、まずテロップ入れます、テロップ入れます。なんて言ったらいいんだろう。とりあえず、あ、フォローしてくださった方がいる、ありがとうございます、こんにちは。笑顔のあの咲いてありがとうございます。あ、そっか、ぬいぬいもね、ちょっとそう、この前のお仕事が終わらなくてすっごいバタバタだったので、本当はね、いつもはここら辺にいろいろなんか書いてる紙とかそういうのも、あとウェルカムコメントとか、あとチャットとかメールでもタイムテーブルとかまだ何にもできてなくて申し訳ないんですけど、ちょっと本当に時間が今日なかったので、ごめんなさい。明日以降はちゃんとここら辺にあると思います。タイムテーブルとかもチャットとかメールで送れたらいいなって思ってるのでそうでね、人生初のクラゲヘアをしています。お団子してふわふわみたいなのです。こんにちは。こちら。ナイガイちゃん大好き、嬉しい。なんかそう、キョロキョロしてる方が多いから嬉しいです。一番がとってもそう、ちょっと本当はそう、いろいろね、ちゃんとイベント前にやるべきことがあったんだけど、本当に直前まで悩んでたのと、本当にちょっと今日時間がなくてまだ用意できてなくてすみません。そう、話したいこともまだまとまってないからでもとりあえずこの枠は今日からのイベントに参加させていただきますっていうのと、どうしよう、何から話そうかなとか、イベント期間中だから企画とかも企画とか髪型変えたりとかやりたかったんですけど、ちょっと今日は髪型を、これ多分外すとすぐに変えられる髪型じゃないので、企画とかじゃなくてまずはこう話せてなかったこととか、コンサートの話とか、そうだねとか、お話からしていこうかなと今日は思ってます。ナイポーズ、久しぶりにしたナイポーズ、すみません。ちょっとコメントがたくさんすごい嬉しいんですけど、いつもはできるだけ読んでたんですけど、多分ちょっと読みきれなくて、なんかショールームの表示が変わってて全然わかんない。何これ、支援ゲージっていうのはなんだ未設定なんだけど、どういうこと？わかんない、ちょっと。すみません、まだちょっとつかめない。わからない。なんか、そう、今日アップデートされましたよね、なんかショールーム。笑顔のあの開花宣言出た。本当ですか？こん
んにちは。そう、だからとりあえずイベント今日から参加しますってことをお話ししないと始まらないもんね。え、タワー来てる。ごめんなさい、全然気づいてない。え、待って、嘘、私全…え、私の画面には流れてないかもしれない。え、いや、見逃した？いや、ない。なんでだろう。はぁ、落ち着いて、とりあえず。まず、S かわいいさんの雑誌に掲載、掲載権利をかけたショールームイベントになっていて、そうですね、1週間なのでちょっと今回は長めなんですけど、今回は研究生が対象ということで、3期も もちろんいるし、4期生も初めてのショールームイベントで、多分みんな燃えてるかなと思ってるので、厳しい戦いになるだろうなっていうのはすごい思ってるのと、でもやっぱりコンサートとかでも3期の中でも正規と研究生っていう別れ方をすることはやっぱり良かったので、正規メンバーじゃないとできないことっていうのがたくさんある中で、今回は逆に研究生だけができること、研究生の研究生だったから参加できたことというか、なので参加しないともったいないのかなというか、なんて言ったらいいんだろう、難しいけど、研究生だからこそのチャンスの一つだと思うし、なんか参加しないと後悔するかなっていうのもあって、難しいけど、そう、でもやっぱりなんか ショールームが最近あんまりこうなかなか配信ボタンを押せなくなってしまったりとかしていたりとか、あとはファンの方皆さんに負担をおかけするから参加しない方がいいのかなって思ってたんですけど、でもなんか後悔しそうで、それにやっぱり コンサートでもスクラップ&ビルドを披露させていただいたりとか、ゲームイベントでその雑誌に今度掲載していただいたりとか、個人特典いただいたりとか、そういうなんかそういう皆さんでたくさん応援していただいていただけた権利だったりチャンスだったりもすごく大きかったというか、まだまだスクラップしかゲームのこれから他の雑誌とかこれからなんだけど、スクラップでそう2位だったからフロントに立たせていただけて、それでやっぱりあんまり私のことを普段見られてないよっていう方とかでも目に留まったよとか言ってくださったりとか、なんか一つ一つのチャンスが大きいかなというのはあって、正直なお話、本
5時から始まるから、もう本当に本当にその直前まで、本当にこれ出て大丈夫かなっていう悩みもあったんですけど、うん、これが正解なのかなって思ったりもしたんですけど、でも何かたくさんの新しい方に知っていただく機会だとも思うので、ショールームイベントってフォロワーさんもいつもより増えやすいし、いろいろ考えて参加しようって決めました。でももちろんあんまり否定的、あんまり肯定できないよっていう方がいるのももちろんすごくよくわかっていて、なので皆さんのご無理のない範囲で5時間があるときに配信に遊びに来てくださったりとか、あとは拡散とか SNS とかでしてくださると嬉しいです。なんかダメだ、ちょっとね本当にまとまらなかったね、ごめんなさい全然まとまらなかった。久々に鼻が見れた。そう、昨日1ヶ月ぶりぐらいにできて、そうだから難しいけど、でもやっぱり配信しないことには多分こうなっちゃったのも戻らないので、配信楽しいっていうそういう気持ちにも戻れるように頑張りたいみたいな、そういう気持ちも あって、ショールームイベントってもちろん大変だし、結構辛いこととかもこれまであったんですけど、でも楽しいことももちろんあったので、なんか楽しく過ごせたらいいなと思ってます。ますます可愛くなって優しい。メール内心は届いてました。でも届いてた気がする。こんにちは、たくさんありがとうございます。え、タワーっていうコメントはあったんだけど、私は全く私のところには流れてきてない。あれ？どれだろう？でも多分これだよね。壇上のこれだと思う。ノーベンバーさん、ありがとうございます。いつもタワーって何してたっけ？わかんない。今クラゲヘアをしてるので、クラゲです。そう。スクショとか漏れてるのがあったらぜひ拡散に使っていただけたら嬉しいです。こんにちは。あ、そう、コンサートを見に来てくださった。そう、一生さんの尾崎さんのアドバイスを、そのあれ、なんだっけ、返信かなで、送ってくださったの読みました。ありがとうございます。そう、なんかね、まずはコンサートからかな、やっぱり話すのは。こんにちは。今日まで鼻に集中。え、本当ですか？銀河で一番優しい漏れてる、本当ですか、よかった。なんか
難しいね。コンサートで気になってフォローしました。嬉しい。ありがとうございます。あのね、きっと初訪問だよって方はぜひ、そう、まだちょっと何もないんだけど、 NGT48 3期生の北アナエです。ぜひフォローしていってくださると嬉しいです。今日からショールームイベントに参加させていただいているので、ぜひ、そう、今日の時間をまず決めたいんだけど、1時間1時間1時間で参加やろうかなって思ってて、5時6時の後が9時10時23時24時あ、すごい言い方わかりにくい、5時6時9時10時11時12時かなって思ってたんですけど、でも真ん中の時間は8時9時でもいいなって思ってて、どっちがいいですかね。髪型めっちゃいい、嬉しい。これにしてよかったです。クマさんと迷って、でもクラゲにしました。皆さんの目に届くのはまだまだ先かなと思うんだけど、こんにちは、ナイポンス、笑顔のあの咲いてありがとうございます。そう、フォローしてくださった方ありがとうございます。支援ゲージ、イベント参加してない時に目標を設定しておく。イベント参加してる時は未設定でいいのかな。そう、ミッションとかがあると思うので、なんか何分配信を見るとかだった気がするんですけど、そういうミッションを達成すると、キラキラ星だよねとか、あれ違う、もらえるのはキラキラ星じゃないのか、キラキラ星とか、そういうミッションとかで、手に入れたものを、午後3時で毎日区切られるので、それの前と後で、投げてくださるとすごく嬉しいですし、コメントとかでね、盛り上げてくださると嬉しいです。でもちょっとね、多いと読み切れなくて、申し訳ないんですけど。そう。研究生にしかできないこと絶対頑張ってほしい。頑張ります。一歩一歩前進あるのに。そうですよね、チャンスだと思う。コンサートの話さん素敵でした。やっぱりコンサートの話したいからコンサートからかな。ダメだ、ちょっとコメント追いついてなさすぎる。まずいまずい。コンサートはとりあえず無事に迎えられて終えられてで、よかった。本当に、よかったです。姉ちゃん応援するよ。ありがとうございます。新しいことを始めるのを待ってる人たくさんいる。ありがとうございます。その楽しまないとね。こんにちは。そう、諦めないことが大事。そう、ゲームイベントも、私ゲームイベント参加するの初めてだったので、もうどんな感じのものかとか、全く分かってなかったんですけど、自分が
目標としていた研究生1位だけじゃなくて、さらに全体での2位も獲得、2位の得点も獲得することができて、想像以上に、そう、自分が思ってる以上にすごいたくさん応援していただけて、その新しいチャンスをいただけたので、そうですよね、楽しくありがとうございます。クラゲヘアです。鼻炎、そう、花粉症は私は一年中なんですけど、だから花粉症じゃないのかもしれないけど、鼻炎はあるんですけど、薬飲んでます。そう、チャットとかメールの返信もね、できる限り読んでるので、ちょっと忙しい時はその日とかその次の日、すぐじゃなくても絶対読んでるので、ありがとうございます。出先、あ、全然、そう、イベント期間中は、前回の時もそうしたと思うんですけど、いろんな時間に配信をすることが、フォロワーさんを増やすこととか、いろんな新しい方に見ていただくのは、いろんな時間に配信するのが一番なので、そう、例えば私は23時台の配信だと、もう来てくださったことのある方ばっかりで、初めて初訪問の方とかってなかなか、本当に数人ぐらいしかいらっしゃらないんですけど、今日みたいないつもと違う時間にやると初訪問の方がたくさん来てくださったりとかするので、やっぱり今は新しくたくさんの方に知っていただくっていうのも大事だと思ってるので、いろんな時間にやろうと思ってるので、その中でお時間のご都合の合う時に、全ての配信に来ようと思うと、皆さんの生活があると思うから難しいはず、難しいと思うので、その会う時に来てくださると嬉しいです。9時と23時からでいいですかね。そう、だから最終はもう24時までだから、23時24時で固まってるので、その前の枠をどうするかなんですよ。癒されてます。本当ですか。私のルームのテーマは、一番最初が笑顔と元気だったんですけど、元気は負けちゃうかなと思って、癒しと笑顔になりました。癒しと笑顔を与えられるような、こうちょっと心の拠り所になるよっていうようなルームを目指してます。コンサートの話したい。あと、ちょっと朝から全然食べてなくてお腹がずっと鳴ってる。ちょっと聞かなかったことにしていただけたら。コンサートは花江ちゃんだけ見てた。嬉しい。でも、亀戸籍の総写真ね、ぜひ、アップしてくださったら、すごく嬉しいです。皆さんがどんな写真撮ってくださったのかなっていうのがすごい気になってて、花江が一番嬉しい。黄色のペンライト8本、見えましたよ。黄色のペンライトってやっぱり見つけやすいんですよ。見つけやすいのが一番で決めたので、黄色黄色、厳しいかとって何のコメントだろう。花江だけ嬉しい。コンサートの内装、ダンス、表情が良かった。成長が見えた。本当ですか。でも、なんか、コ
ンサートのリハーサル期間とかで、やっぱり同期とかと比べて何て言ったらいいんだろう、出てこない言葉が。でも同期と比べた時に、なんか振りを頑張って覚えてきてた、としても、なんか動画を撮るんですよ、リハーサルで。リハーサルの動画を見て、すごいそれまでにやってきて振り入れに臨んでも全然みんなよりも踊れてないし、でもコンサートもそうだったんですけど、なんかすごいコンサートを通して成長した姿が見えたよって言ってくださったご意見も、ご意見というか返信とかもすごく嬉しくて見つけられたんですけど、やっぱりまだまだだよねっていう意見ももちろんあって、それはすごく私自身も自覚をしているし、このままじゃ昇格できないっていうのも思ってて、でもなんて言うんだろう、なんかやってなくてできなくてならまだわかるんですけど、なんか練習を して臨んでも、なかなか全然ダンスがまだまだ成長しないとか、やってるのにできないと、なんか、どうしたらいいんだろうっていうか、っていう悩みは結構ありました。で、ちょっと心が折れかけて、コンサート出れるかなって思った時も本当に正直あって、なので無事にリハーサルとかコンサートに無事出演できてよかったなーっていうのが一番です。こんにちは、二度目まして、ありがとうございます。あー、ぜひ、そう、今フォロワーさんがもう少しで3300人なのかな、でこのイベント期間中の目標はまず3500人行きたいと思ってるので、そう、ぜひ初訪問の方たくさんいらっしゃると思うので、ハートボタンをポチッと押してフォローしてくださると嬉しいです。そう、明日からはね、朝とか、朝、昼、夜、深夜ぐらいの分け方かなと思ってます。あと3時またぎ。
頑張りありがとうございます。亀子時期最高列だった。でも亀子の方ってでもすごいですよね。ダンスすごいめっちゃ動いてるのに一瞬を切り取ってるのがすごい。よかった、うちの仲間が何人も言ってたよ。めっちゃパフォーマンスマジに良くなった。嬉しいです。嬉しいけど嬉しい、すごい嬉しいし、そういうお声もすごくいただいたんですけど、やっぱりまだまだだよねっていうのはすごい私自身が一番自覚をしているし、なんか変な癖があるからか、ただ下手なんじゃなくて悪目立ちしちゃうんですよ私。でもなんか立ち位置の移動とかもすごいもう精一杯やってるけど、どうしてもうまくいかないところとかも、うまくいかないというか、運動神経なのかなって思うんですけど、もあって、どうしたらいいんだろうっていう悩みはすごい大きかったですね、リハ期間。花井さん推しじゃない人も花井さん褒めてました。嬉しい。遊びに来てありがとうございます。こんにちは。花井ちゃんが一番成長したと思う。そう、嬉しい。アップテンポの曲、なんだろう、合ってる感じする。応援します、ありがとうございます。なんか振りの覚えとか一番初期に比べたら、一番最初の動画見てもこれ何の動きしてるかわからないっていうよりは、自分でそこそこ、めっちゃお腹鳴ってる、ごめんなさい、本当にお腹空いてて、なんか食べた方がいいかな。本当にごめんなさい、本当に朝食べて以来何にも食べてなくて、すいません、ちょっとだけ食べます。1週間ぶり、コンサート終わってからちょっといろいろ好きなものを食べたんですけど、それからまたしばらく食べてなくて、久しぶりにお菓子を食べたらこれめっちゃ美味しかった。
ラングロールショコラ。でも普段お菓子食べてない分、食べると美味しさが何倍にもなって感じます。そうだから、そう、配信のイベントならお菓子食べても大丈夫だよねっていう。あれ、何の話してたんだっけ。まずい。いいところまで行ってるから悩みになったので。どうなんだろう。どうなんだろうというか、難しいね。はじめまして、ぜひフォローしていってくださると嬉しいです。3期生の北苗です。フォロワーさん3300人を目標にしてます。でも配信のイベントになって、すごい久しぶりにお名前を磨きする方とかがいて嬉しい。そう、初期の頃に比べたら自分で動画見て覚えられる、9割ぐらいは自分でこういう動きだなって理解できて入れることができるようになったとか、その時間とかも短くはなっているけど、でもみんなの成長曲線がこれだとしたら、私が これぐらいなんですよ。本当に本当になんか緩やかすぎて、本当に全然なんか同期の子が動画が来て10分後にもうイントロ部分完璧に踊ってるのに、私まだ最初のステップでつまずいてたりするし、なんかみんなが普通にやるんだよっていう、その普通ができないし、サクタベのサビの振り付けの一回し目、サクラミスタベだ、このところ春風に吹かれただそうのところの手と足のステップとかみんなが普通にやるんだよってスラッて通り過ぎていたところも、私そこ何分かかったんだろうっていう。30分ではできてない。その3秒に何分かかるんだっていうね。なんか、難しい。こんにちは。そう、投げられる、なんかその、あれなんていうんだっけ、キラキラ星は3時で区切りなので、3時またぎの配信に来るか、3時よりも前の配信に1回か、3時以降の配信1回に来てくださると嬉しいです。そう、だから、いろんな時間に時間を設けると、どれかには来れる方が増えるかなっていう。亀戸席から、そう、撮影した写真ありがとうございます。本当にね、
まだ実はあげてなかったとかいう方がいたらすごく嬉しいので、今日めちゃめちゃ可愛くて綺麗優しい。コメントは返信とかももちろんそうだし、ね、SNS ももちろんそうなんだけど、ショールームのコメントも温かいコメントでお願いします。ギャル、なんかでもね、そうギャル、あ、なんかそうギャルメイクとかも前回のイベントでやったし、そうイベント期間中に見たいあの企画とか、ちょっと待って、これって使える、あーでもちょっともったいない画用紙だこれにちょっとメモをするにはもったいない大きさ、ちょっと待って、なんか見たい企画とか、そのなんだ、あとカラオケ配信で聴きたい曲とか、わあすごい、すごい、すごい、をぜひ教えていただけたらメモします。あとそう、あのハッシュタグを決めたいので、そのこの前回のイベントで決めたハッシュタグで、これからずっと使っていくハッシュタグとイベントのこのイベント期間のハッシュタグを決めたので、今回も前回決めたずっと使っていくハッシュタグを使いながら、その今回のイベント用のねハッシュタグを決めたいので、ハッシュタグ案もぜひ教えていただけたら嬉しいです。髪の毛かわいい、嬉しい。クラゲヘアです。初めてしました。人生初。ちょっとしたタイミングで上手くなる。そんなことないです。なんか、本当にアリなんですよ。でもバキバキ、バキバキ、でもキリよく踊ってるつもりなんですけどね、自分では。難しい。そう、ニコ生さんと、ニコ生さんだ。ニコ生さんでの配信はまだ見れると思うので、まだ見てないよって方はそう、見ていただけたら嬉しいです。1ヶ月なのかな、公開期間は4月の13だから5月12ぐらいまでかな、多分違ったらごめんなさい。やばい、めっちゃお腹空いててずっと鳴ってる、ダメだ。そうでもカメラ割りのところはちょっとより表情を意識したりとかしてみてたんですけど、でも表情もすごいまだまだだなっていうのもすごい感じてるし、感じてるし、自分では笑顔のつもりなんだけど、なんかぎこちないというか、人工的というか、無理に笑ってるみたいな、ちょっと不自然な 100% 笑顔じゃないというか、難しいよね。星投げて失礼します、ありがとうございます。
お弁当のご飯ユーナからもらってるの。え、なんか一回ユーナちゃんだっけ、もう誰からもらったか忘れちゃったんだけど、お弁当のご飯がついててご飯いらないよっていう子から、あの白米部分だけもらったことはあります。もぐもぐ配信自由あり。でもあんまり、あの、もぐもぐ配信嫌だよっていう意見も聞くので、難しいけど。あの、今日のお菓子は古くないやつです。今日のお仕事でいただいたもので。お仕事現場にあったものです。ありがとうございます。そう。このまま1位キープで、でも、そうですね。あの、たまたま私は運がよく5時からの配信に、あの、ギリギリ間に合うって帰ってこれたんですけど、でもまだ今も仕事をしてる子も、みんなそれぞれ、時間が違ったりするから、まだ今の時点では すごい1位になっててすごく嬉しいしありがたいんですけど、まだまだ始まったばっかりなので気を抜かないで、気を抜くどころではなく、もう本当に厳しい戦いだなってすごい思ってるので、頑張ります。なんか今気のせいか、やばい、ずっとお腹鳴ってる、すいません。あの、6時に配信終わったらすぐ食べます。こんにちは。目力素敵。あの、結構涙袋のメイクはこだわりが強いかも。チャットの返信も全然時間あるときにお待ちしてます。花江ちゃんは花江ちゃんだから。ありがとうございます。花江の応援コメントが一番多かった。あ、そうだ。そう思い出したんですけど、やっぱり返信届いてない方いると思います。すみません。あの、今でも届いていない方もいるかもしれないなぁと思います。なんか、ドコモのメールで一時期届かなくなったんですけど、ドコモじゃないメールでも、チャットの返信でメールの返信送ったよって書いてくださってるけど、メールの返信ずっと来てないかもっていう方とかいらっしゃるから、すいません。結構返信はなんか、そう、おしゃべり会がないからさ、今届いてるよとかお一人お一人にお伝えできないのが、あの、ちょっともどかしいんですけど、ちょっと不安があるっていう方は、アドレス変えてみるのもありかもしれないです。フォローしてくださった方、ありがとうございます。そう、明日は、とかはね、お昼もやります。歌を聴きたい。お絵かき、あ、お絵かき配信ね。あの、見たい配信をぜひ。てか、前回のさ、イベントとかで書いた、あの、お絵描きが出てきた。それの裏にちょっとメモします。お絵描き配信でしょ？あと、カラオケと？カラオケはちょっと練習してからですね。ホワイトボードはね、あるんですけど、あの、
書くペンがちょっと今どこかに行ってしまっているので、すみません。はじめまして、はじめましてですか？こんにちは、ありがとうございます。初見、ぜひ今日からショールームイベントに参加させていただいているので、フォローしてくださるとすごく嬉しいです。倍速で踊るアナエちゃんを見たいです。え？倍速踊り配信ですか？なんか難しいというか、まず踊る配信もしたことがない。画角的に踊れない。でもなんか思ったのは、振り付けの解説とかならちょっとはできるかもみたいな。一応メモしておきます。倍速、倍速で踊る。表情も良かったと思って。こんにちは、すみません、ちょっと読めなすぎる。この枠は6時までです。そう、時間もね、すみません、ここに出しますので。加藤神楽さんに似てる？いや、そんなことないです。怒られてしまう、私が。花井さんは最高の人ですね、嬉しい。クマ発見、これだ。さっきあれ一瞬見えたかもって思ったの。待って、ちょっとよいしょ、クラゲが見える。ケンイチさん、ありがとうございます。すごい嬉しいです。お久しぶりで嬉しい。こんにちは。フォローしてくださった方もありがとうございます。そう、楽しむ、そう、まずは なんか配信に対する、なんか今ある、なんだろう、ちょっとある、この配信のね、楽しいなっていう気持ちをやっぱり思い出したいし、楽しむのが一番なので。お互い頑張りましょう。そう、頑張りましょう。こんにちは。でもすごい、ここのさ、盛り上がり指数だっけが6168になってる。ありがとうございます。コンサートのアンコール終わりの挨拶でラストになりそうになって慌てるところもかわいい。あ、マックスじゃないな。どっちのコンサートだ。いや、でも夜はさっと開けたはずなので、昼ですね、あれだ。昼はそう、ちょっと私が気づいたら最後の方になってて、うわ、まずいと思って急いで開けました。え、メール、いや、届いてる方は届いてます。返信メール。届いてない方もいるというだけで、届いてる方ももちろんいます。うん、チャットの返信は見れてないと思う方はいないかも。いや、でも見れてないかどうかの基準がないけど、メールは、いや、届いてないなっていう方がいらっしゃるけど、チャットは今のところ普通に見れてる気がするかな。でもメールも見れてる方も全然たくさんいるから、難しいんだよね。この方届いてますとかさ、なかなかね、難しい。フォローしてくださった方ありがとうございます。あ、56分なのでそろそろ段読みをしないとまずいですね。こんにちは。チャット妊娠してる。そう、でもどっちも読むようにしてるので、ありがとうございます。忘れないで、絶対忘れないですよ。
いや、忘れないです。なんか皆さんがキョロキョロしてる間も私は皆さんのことを見てますから。あ、なんかキョロキョロしてるなっていうのもしっかり見てますから。振り付け解説聞きたい。え、本当ですか？やっぱり自分が折り目にいる曲、あの別と決勝は、もう、なんだろう、自信を持って、振りもできるというか、振りの意味とかも分かるところも多いので、そういうのはやっぱり話したいかな。なかなかね、話す機会ってなかったですよね。料理配信か。私、料理できない 料理できないんですよ、私。できないのと、料理配信したことがなさすぎて、画角が難しいかも。あ、いいね、クイズで、振り付けで、振り付けと、あと逆に歌詞で、この曲は何でしょうとか、あとは関係なく花屋クイズとか、あと普通にコンサートはしっかり振り返りたいです。綺麗になって嬉しい。まずい、58分だ。同時視聴、あ、ちょっと待って、できたらやりたいけど、ちょっとできるかな。あー、微妙。はじめまして、あー、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。GTO テープの北苗です。これは何のイベント？S かわいいさんのイベントに参加させていただいています。S かわいいさんの、紙面に掲載される権利を目指しての。そう、ヘアアレンジはヘアメイクさんにクラゲにしていただきました。あ、フォローしてくださった方ありがとうございます。嬉しい。花ポーズ。あ、違う、間違えた。ハートやっちゃった。花です、私は。まずい、まずい、まずい。まずい、まずい、まずい。59分だって。アナエさんに釘付けされてます。嬉しい。あ、チーク菓子。かなり昔にね、半年ぐらい前にゆうなちゃんにもらった、ねるねるねるねがずっと家にあるので、それ作ろうかな。普段食べてないんですけど、今だったら、ねるねるねるねだったら、いける。そうです。S カオさんに、1位はソロで2ページとかそういうのが決まってて。ツッキーさんの妹、そんなことはないです。本当に、恐れ多すぎるので、全然違います。いや、でも料理配信。でも、レイナさんとかされてましたよね。ちら、こんにちは。コラボ配信ってしていいんだっけ？イベント期間。1位を絶対取ってほしい。頑張ります。絶対1位で。すごいフォローしてくださった方もいる、嬉しい。え、6時になったって。え、あ、まずい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 、ダメだ。よいしょ。男女読みをまずします。1位、ケンイチさん、ありがとうございます。どうしよう、クラゲヘアを見せたい。2位、ケンイチデスさん、ありがとうございます。3位、ノンベンバーさん、ありがとうございます。どうしよう、ノンベンバーだから9月とか。いや、逆になりそう。どうしようかな。僕顔。やばい、めっちゃお腹鳴ってる。ちょっとすいません。ちゃんと食べます。4位、赤シャチさん、ありがとうございます。え、なんだろう。5位、たかしさん、ありがとうございます。うさぎ。6位、シュウミツさん、ありがとうございます。猫。
7位、サンソンさん、ありがとうございます。思いつかない。ピース。あれ？ 7 位の方、今読んだよね。読んだよね。うん、読んだよね。ちょっとイントネーションがおかしくなっちゃった。もし読んでない方いたら教えてください。8位、パンダの太陽さん、ありがとうございます。パンダって耳白だっけ、黒だっけ、黒な気がする。9位、シジュウカラさん、ありがとうございます。どうしよう。わあ。10位、ワンワンさん、ありがとうございます。11位、いつかの少年さん、ありがとうございます。ダサンポーズ。12位、キコさん、ありがとうございます。指ハート。13位、ファントムさん、お化け、ありがとうございます。すみません、ちょっと押してしまった分は最終枠で最終調整をします。本当にすみません。あー、まずいぞ。次の配信は21時から22時まで1時間配信します。あと何を話せばよかった。あ、初めて来てくださった方がたくさんいらっしゃったと思うので、ぜひハートを押してフォローしてくださると嬉しいです。今日から1週間なので29日までかな、多分のイベントなので、ぜひお時間あるときに配信に遊びに来てくださると嬉しいです。ありがとうございます。